はい、どうも、エンタのゲームインザボックス。引き続き、アメリカ横断ウルトラクイズ、史上最大の戦い、ファミコン版やっていきたいと思います。よしよしよし。はい、ということで、3回目ですね。はい、今回で3回目。先日ですね、コンバットっていうやつ。なんて言ったんですかね。殺虫剤ですかね。殺虫成分のある、まあ、殺虫剤ですね。コンバット、緊張が出してるコンバットですね。これをね、設置しました、家に。緊張ですよ、緊張。日本女中菊株式会社でしたっけね。すごくね、硬い名前なんですけれども。非常にお堅い名前なんですけど、緊張って言われるとね、すごく柔らかいねってなるんですよね。まあ、でも緊張っていうのはその金の鳥って書いてね、その緊張なんですけど、まあ、なんですか、ローマ字っていうかアルファベットでね、緊張って書くとすごく柔らかい感じになるんですけどね。僕は緊張の製品が好きでですね、僕の今実況してる部屋には緊張のカトリスっていうね、カトリマットみたいなやつ。それ言ったらアースになっちゃうんですけど、カトリマって言ったらアースなんですけど、まあ蚊を倒すやつですね、蚊を殺虫するやつなんですけども、それをね使っておりますよ。ちょっとカタ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 ってやるんですけどね、寝てる時にちょっと鼻につく音なんですけどね、鼻につくというか耳につくというか。まとまりのない話をずっとしておりますけれども、まあそんな感じですよ。で、なんでね、そのコンバットを置くようになったかっていうところなんですけど、この間風呂に入っていた時に、まあこう体を洗ってですね、頭洗って、で、まあとりあえずこれではいいやって思って、洗い終わって立ち上がった時に、椅子の下のところからなんか黒いのがトロ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 って出てきたんですよね。それ何かって言ったらゴキブリだったんですよね。で、まあ水と、その僕は洗剤というか、何ですか、シャンプー使ってたんで、シャンプーとかのそういう水やシャンプーとかのやつで、なんか結構もう瀕死状態になってたみたいですけれどもね。まあでもその椅子のその下に潜んでいたんだということを考えるとですね、まあ非常に背筋が凍るような思いをしたわけですけれども、まあそれをね、もうゴキブリを見てしまった以上、まあ、私としてはコンバットを置かざるを得ないなと思って、買ってきてですね、コンバットを設置しました。だから去年もコンバット置いたんで、ゴキブリ自体見てないですね、去年は。だから非常に効果は僕はすごくあるやつだと思うんで、今年もそれを信頼して、もうゴキブリを見ない、そんな家にしたい、そういう思いでコンバットを買いましたよね。はい。で、まあ、うちは犬飼ってるんですよね。で、犬飼ってるんで、結構ね、ドアが開いてるんですね。ドアが開けっぱなしっていうことは、割とある。だから、ゴキブリさんどうぞいらっしゃいみたいな感覚なんですよね。もう、言えば。すごくウェルカムなんです。ゴキブリさんウェルカムなんですよね。うちの家のスタンスとしては。スタンスとしては、もうどうぞゴキブリさん来なさいという気持ちなんですけれども、コンバット置いたことにより、入ってきた分に関しては言わないけど、入ってきたら殺すわよと、殺しますわよというね、なんかそのフリーザ的感覚ですよね。なんかそんな感じで、コンバット置いたという話です。身も蓋もない話をね、延々とやっておりますけれども、まあこの話を一生懸命収録前に考えたんですよ。すごくね、緊張しましたよ。落ちましたね。今落ちました。はい。今落ちたんでやりましょう。はい。ということで、第3回目。第18回目からやっていきますね。アメリカ横断ウルトラクイズ、やっていきます。はい。ということで、第18回目ウルトラクイズ。これコメントをいただきまして、そこで初めて気づいたんですけど、第18回目ってことは、本家ウルトラクイズというか、まあ番組の方のウルトラクイズも17回で終わってるんですね、今のところ。今世紀最後のウルトラクイズっていうのが第17回やったんで、もう本家超えしてますよね、18回目。
超えちゃいましたよね、18年間毎年クイズ出てるっていう感覚ですからね、いわばね、もう常連ですよ。だから会社で言うたらもうだ平社員からもうね結構なこう役職にまではこうのし上がれるぐらいのねところですよ、まあ、それぐらい私は頑張ってウルトラクイズやってるけど未だに、機内を超えてないということですね。じゃあそろそろ超えないといけないから、気合い入れてやっていきましょう。はい、お、ちょっとバグ文字がちょっと違うんか。あで深いあでその後引かれんねん。あこのパターンですね、言ってたの。あコメントいただきましてそれも書いてあったんですけど、引かれる瞬前にAボタンを押してバグ文字が出てから引かれるっていうパターンがあるそうですね。今もう一回やってみましょうか。あできないさっき成功しましたよ。ああいうこともあるみたいですね。僕がやったパターンはなんか引かれてもない状態でバグ文字が出てそのまま何もなく終わって、どうしようもなくなった、フリーズした状態になったみたいなことでしたけども、本来はあのことを言ってたそうですね。コメントでバグ文字が出た後に引かれるパターンのことをね、言ってたようです、はい。さあ5問目、のどちんこが大きくて下がっている人ほどいびきをかきやすい、どうなんだろう。のどちんこが大きくて下がっている人でいびきをかきやすい、いやそうじゃないですか。やっぱ気道でしょ、鼻の気道をこう塞ぐことによりいびきが出るんじゃないですか、丸よっしゃ来た、ほいほいってないほいってない、 OK 成田行きましょう。最後、はい、ストレート勝ち来た。はい、今日も今日とてストレート勝ちじゃないじゃんよく見れそうじゃないじゃんね。さあ現在のポイントこれですね。じゃあ行きましょう。さあ今回も裏技使います。はい、先に話しかけておいて、はい、こっち行きます。はい、答えを見る。あ、ED なんや。3ポイントオーバー、はい、ミトコウモン、タンパク質ね、これは先週やったアスリートね。はい、トニーショー。あ、7問しかいかなかった。これでも出入国記録カードは ED っていうのを初めて知ったの。結構初めて知った問題もあった。出入国記録カードをアルファベット2文字で表すと、これが ED だそうです。ビートルズが表彰されたことがあるのはどこから、これ警察ですね。サザエさんでワカメとタラちゃんの関係はオイトオバでした。一番昔の人は誰、これはミトコウモン。ゼリーを作る時のゼラチンの主成分はどれ、タンパク質ですね。オリンピック憲章に規定されている競技者を特に何と呼ぶ、アスリート。ブロードウェイミュージカルで最高の賞はトニー賞。はい、こっから知らない問題いきましょう。バレエ発祥の地はフランスやったような気がする。次のうち獲得賞金額が一番多い馬は、オグリキャップ。モーツァルトが生まれた国はオーストリア。有名な作家の名前、本名なのは誰、芥川龍之介。イワシクジラの体長は、あーこれが分かんないんだよね。 180m、 100、いや18にしとこう、冒険はしないでいこう。床の何メートル四方、これも分かんないんだよ。16。テレビラジオの放送禁止用語は各テレビ局が決めてます。足のある幽霊が分からないんだよね。大きくにしとこうかな。不思議の国のアリスの作者ルイス・キャロルが教授をしていた大学はオックスフォード。洋服の生地の模様でチェックの柄は次のうちどれ、マドラス。ギリシャ神話を題材としたミュージカルはコーラスライン。東京タワー地下は何階まである、わかんないから3階。国会図書館の蔵書はどうやって集めている、ただで納入させる。トライアスロンの水泳は何キロ、あーこれもわかんないな。 3.9 キロくらい。五寸釘センチメートルに直すとどのくらい、これ15センチ。アニメちびまる子ちゃんの声優タラコ
の本業は、歌手。将棋の駒で裏に塔が書かれているのは歩。次のうちで一番新しい建築物はどれ？ベルサイユ宮殿ですね。はい。次のうちタロットカードの絵柄にないのは、ドラゴン。ガンで死んだ音楽家は、ブラームス。クリケットはワンチームナームネ。これも分かんないんだよね。七福神のエビス様が左手に持ってるのは何？タイ。雲の目の数は8個。映画ダイハードの主人公マクラーレン刑事の所属は、あ、これも分かんないんだよね。ワシントンでしょ。タンゴってもともとどこの国の音楽？これはアルゼンチンですね。お子様ランチに旗を立てた国は、これ日本です。ジャックと豆の木でジャックが大男から最初に盗んだものは何か、金貨の袋。かつて漫画家志望だったのは、これ分からんから篠山騎士にしたんだよね。次のスポーツのうち1チームの人数が最も多いのは、ラグビーですね。さあこれでどうだ、いけるかな。さあじゃあタラップを降りましょう。そろそろ通過したい。さあ来い。行った、やっとややっと行った。よっしゃ、18回目にしてやっと OK。 やっと、そう、やっとパスポートが役に立ったよね。パスポート2回ぐらい更新したよね多分。すまないが、ホテルまでは歩いて行ってくれっていうね、これ重要な言葉ですよ。何上に通ったん、何今の。さあ知力が2ポイント、体力10ポイント、運の良さ10ポイント。はい、知力5、体力33、運の良さ39になりましたね。はい、ここでパスワードが出ました。これ重要なんですね。これを今後、記録しておいてですね、これを元に、コンティニューしていくということにしたいと思います。うん、また機内からやり直すっていうのもね、また時間かかりますから、今回からはもうこのグアムからスタート、うん、でまた失敗してもグアムからスタートということでやっていきたいと思います。はい、ということなんで、まずスクリーンショットを撮ります。はい、スクリーンショット撮りましたんで、もう今後もうこのパスワードをね、書き写し間違いとかもないですから、スクリーンショット撮ったんでね。昔はようあったんですけどね、あのパスワード書き間違えたみたいなね。ドラクエなんか特にそうですよ。あのもう間違えたらもう戻らないね、もう戻せないという、そんな状況になりましたけれども、今ちょっと時代進化しましたよね。もうこのキャプチャーしているソフトの方で、スクリーンショット撮れるんですよ。だからもう非常に楽ですよ。もうその画像さえ読み込めばすぐまたこうやってパスワード入力できますからね。はい、ということでスクリーンショット撮りましたんで、次回もしここの回で失敗しても次の回はこっからスタートということでやっていきます。さあ、ホテルまでは自力で歩いて帰らないといけない、じゃあ歩いて行かないといけない、ホテルまで行かないといけないんで、じゃあ RPG パートですよ。歩いていきましょう。このホテルかな、話を聞かせてください君の。ハローっつって、あ、ちょっと現地人やったね、現地人やった。ハロー、あ、みんな現地人やった、ま、みんな現地人。ドロンコクイズは当ホテルではございません。あ、ここじゃなかったみたいですね。もうドロンコクイズってネタバレしてるっていうね、次のチェックポイントは。なんか知らんけどここじゃないのにこのホテルの人は知ってるっていうね、うん、じゃないんだよね、うん、じゃないんすよ。いや、また入っちゃって、こっちかな、あ、こっちいっぱいおる、人めっちゃおるで。こんにちは、現地人かな多分。ハロ、あ、現地人やこれ。こんにちは、現地人やな。え、ドロンコクイズ何それ。あ、これちゃうな、これ絶対あれやな。絶対あの機内クイズ通過したやつやな、絶対それ。 What? 現地人やな、現地人やこれ。じゃあこの人話しかけてみましょうか。おめでとうございます、あなたは当ホテルの、
1、10、100、1000、万、100万、1000、1億、1億人目、え、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万か、1000万人目か、うん、1、10、100、1000、万、10万、100万、1000万人、1000万人目のお客様ですだそうですよ、私1000万人目です。賞金は100ドルです。受け取りますか。ここら辺からちょっと選択肢が出てくるんですけれども、この選択肢を間違えるととんでもないことが起こります。あえてね、今回はその罠に引っかかりましょう。まあ、今回もうスクリーンショット撮ったんで、いつでもね再開できる状況なんで、あえてその罠にかかりましょう。どんな罠が仕掛けられてるのかね、ちょっと見てもらいます。じゃあまず賞金を受け取ります。はい、副賞の海外旅行は受け取りますかって言われてますね。はい、じゃあ受け取ってみましょうか。これで、ちょっとしたことが起こります。はい、じゃあ受け取ります。それでは行ってらっしゃい。はい、副賞の海外旅行です。どこに行くのか。それで終わりなんや。これで終わりなんや。あれ、日本に向かってましたよね。完全に完全に日本に向かってましたよね。ということなんですよ。だからグアムにとっての海外旅行は日本だったってことですね。ということで副賞の海外旅行は日本でしたね。なので受け取ったらダメですよ。副賞は受け取ったらダメ。お金を受け取るのはいいんだけど、てか普通にもうグアムから始まったな。あの RPG パートもう終わったよ。もう普通の目的のホテルに着いちゃったね。着いちゃったんですけどね。グアムでドロンコクイズやっていきたいと思います。じゃあ第4チェックポイントかな。はい、やってきます。グアム、ドロンコバルバツクイズです。もうこれはもうあれですね、ゲームボーイ版でやりましたけども、おなじみのやつです。バルバツをして、バルバツクイズをして思った方向に飛び込むと、正解だったら、スポンジかな、スポンジかウレタンなんだよね、の海に飛び込んで、ハズレだったらドロンコの海に飛び込んでいくというゲームですね。はい、やっていきましょう。脱落は1人だけです。5ポイント選手、やっていきましょう。恐竜は死ぬまで成長し続けた。死ぬまで成長し続け、でこう自動で動くんですよね、これ。バツ。あ、死ぬまで成長し続けるんだ恐竜って。やばいですね。0ポイント。あ、みんな1ポイント取るか。そうでもない、1人残ってるな。1人は残ってた。でもやばいぞこれ、だいぶやばい。ボヘミアンを現代的に言うとプータローである。ちなみにこの真ん中のポールにぶつかるとですね、こんなことになります。柱に当たったっつって。どこ見て走ってるのって言われます。はい、でもこれで問題不正解になっちゃいますから、答えすらわからない状況。もう今の問題答えわかんないですよ。さあ、もうみんな1ポイントは確実に取ってるよ。やばいですねこれ、緊急事態ですよこれ。頑張っていきましょう。競馬の騎手の帽子の色は枠順によって決められている。これは決められてんじゃないですか。いや、帽子は決まってない。いや、決まっとんのかい。やばいな、やばいやばい。さすがに0ポイントいないやろ、ほら。あ、でもあやさん、あやさん1ポイント。さあ頑張ろう。朝クモの巣がかかっていると天気が悪くなると言われている。なんか言われてそうな感じはするけどね。バツにしよっか。 OK、 正解やと、こういうなんかよくわからん、クジラかな、クジラがサーフィンしてんのかな、ようわからん絵なんですよね。はい、とりあえず1ポイント取りましたね。さあ、もうみんな勝ち抜ける頃ですよ。もう5問目ですから、次が、次みんな勝ち抜け出す頃ですよ。いきましょう、第5問。両親の血液型が O 型と AB 型の場合、子供の血液型は4通りである。いや、そこら辺の話考えたことないわ。丸じゃないですか。違う、さすがに4通りはない。
ことごとく間違えるな。あ、でもトミーさん、トミーさんがまだ2ポイント。頑張れ頑張れ。料理をするときに言う人肌とは体温と同じ36度ぐらいの温度を指す。これは×じゃないですか。×な気がする。 OK、 来た。よーし、いいですね。あ、トミーも3ポイントなっとるやん。やばいやばい、トミーには勝ちたい。トミーのゲームだけにね、うん、7問目、南極大陸は国連の領土である。国連なんか丸違うんや。誰の国土ですか。それは誰の国土ですか。やばいな。ハマグリは軟体動物である。軟体。おお、そうなんや。貝類とかなんかそういう感じのやつかと思った。軟体動物なんや。さあ、あやさんともう一人と被ってるな。ポイントは並び出しましたよ。ニュースの4文字はノース、イースト、ウエスト、サウス、4方向から、4方向の頭文字である。これ×じゃないか。これ引っ掛けで、これそれっぽいけど違うんだよね。 OK、 来た。さあ4ポイント、どうだ。お、陽介に勝ってる。あ、トミークリアしとるやん。トミークリアしとる。さあ次答えたら絶対抜けれる。アメリカ人を指すヤンキーとはインディアンがつけた名前である。丸じゃないか。オッケー、来た。抜けたんちゃう、これで。オッケー、抜けた。よし、いやー、危ない危ない。非常に苦戦したけど、グアムを抜けました。いやいや、いろいろね、罰ゲームとかも見たいんですけど、罰ゲームもね、このゲーム面白いんですけどね、まあ、その検証とかはね、おいおいやっていこうかと思います。うん、まあ、とりあえず今回は、最小で何回でニューヨークに行けるか、クイズ王になれるかっていうところを最初に目指したいと思います。まあ、いろいろ、罰ゲームも面白いんですよね。敗者復活戦も面白いし、罰ゲームも面白いんですけど、ちょっと先に、クリアを目指していきたいと。最大で何回でいけるかっていうことね。最短でいけるかっていう。そこを目指しています。はい、ポイントが上がりまして、こういう感じですね。さあ、ついにアメリカ本土の上陸です。はい、ここのチェックポイント。これは？はい、来ましたね。ハリウッドです。はい、ここは映画の都、ハリウッド。ハリウッドといえば映画クイズだということで、映画ジャンルから出る。クイズになります。ハリウッド関連のクイズですね。はい、ということで結構映画の知識が必要とされます。ここは難しいです。で、そう、先週言ったやつですね。もうキングコング出てますけど、罰ゲームはキングコングの着ぐるみを着て、投げつけられるトマトから逃げまくるという罰ゲームなんですけど、それがトラウマになってですね、その BGM が、うん、それなんですけど、なんとか抜けれるか。3択クイズを5ポイント選手で、1人脱落ですね。やっていきましょう。さあ、まず私の席に座るということですね。ワクワク。早く始まんないかな。いや、これ僕が座らない限り始まんないです。ワクワク。ワクワク。みんなワクワクさんやな。みんなワクワクさん。ワクワク。みんな孫悟空か？うん？あ、間もなく開演です。はい。はい、座ります。さあ、じゃあ映画クイズスタートです。ハリーとトントのハリーはおじさんでは、トント。じゃあ、トントはってことか。ネズミ。違うんだね。問題文をしっかり読めてなかったしやな。わあ、でも1ポイントのやつもおるな。マジか。厳しいぞ。メジャーリーグで活躍するクリーブランドにある野球チームは、クリーブランドインディアンズ。オッケー、当てた。映画クイズやったんか今の。今映画のクイズか、野球じゃないの、違うんかね。まあいいわ。はい、3問目、黒澤明が初めて監督した映画のタイトルは、柔道一直線。違う。
あ、ハリウッドクイズってだけじゃないんだよね。映画クイズですね。映画のジャンルの幅広いところから出るクイズですね。うん。ハリウッドクイズじゃなかったです。はい。じゃあいきましょう。4問目。ダスティン・ホフマンがアカデミー賞を取った作品は？クレイマン・クレイマー。おお、当てた。オッケー。クレイマー・クレイマーね。僕 DVD 持ってるんですけど、まだ見てないんですよね。顔だけ買って見てないパターンですよ。はい、じゃあ行きましょう。5問目。ジュニア・ボナー、パピヨン、ゲッタウェイの主演男優といえば、これ時間、残り時間長いんだな、スティーブ・マクイーン。 OK、 当てた。3ポイント、いいですね。5ポイント選手でしょ。あ、1人抜けてるわ、1人抜けてる。第6問。風と共にサリーヌの舞台となったアメリカ南部の町は？タラ。おお当てた。運がいいな、三択運がいいぞ今日。さあ4ポイント先取。あ、じゃあ4ポイント取りましたよ。さあ抜けれるか。みんな成績がいいんだよな、怖いんだよね。第7問。映画お葬式でお坊さんが乗っている車は？その映画お葬式を知らないんだよね。 BMW。 いやー違う、やばいな。うわやばい、これ一騎打ちか。いやー一騎打ちやん、やばいやばいやばいぞ。第8問。ファンタジアに出てきたディズニーのキャラクターは？ファンタジア、ファンタジア、ドナルド。なあ違う、敗者復活戦。あ、罰ゲーム、罰ゲーム確定なんや。この BGM ですよ、この BGM、 これが嫌いだ。すんごい怖いんですよこの音、怖くないですか、これ嫌いなんですよ。さあ罰ゲームですよ。これからモンスターコングの撮影があるので、君にはコングのぬいぐるみに入ってもらおう。60秒間耐えることができればクリアだ。はい、投げつけられるんですよトマトをね。確かね、本家ウルトラクイズでも確か13回やったかな、13回と14回やったかな。あのトマト戦争っていうね、回がありました。回というかそのチェックポイントがありましてね、トマトを投げつけられながら、そこをこうなんですか、堤防じゃないし、その防空壕みたいな、 なんか壁をこう利用してですね、その投げつけられるトマトを避けながら、早押しボタンの方まで走っていくっていうね、そういうクイズがありまして、そういう形式のクイズがありまして、まあ、それを多分ちょっとこうアレンジした罰ゲームってことじゃないですかね。うん、トマトを投げつけられて、それをこうかわすというか、それをこう潰していくんですよね、うん、主人公がね、コングのぬいぐるみに入って、そういう罰ゲームです。じゃあやっていきましょう。こうなんかジャンプとかしてダメージをこうなるべく回避するんですよね。いや普通に向こうズネに当たってる、向こうズネに当たってる、向こうズネに当たってるって。いやパーが減ってる、パーが減ってるって全然潰せてない全然いなせてないわはい、これで失敗ですね。罰ゲーム失敗。なので、またグアムからスタートになります。はい。ということで、第18回目ウルトラクイズの成績は、第5チェックポイント、ハリウッドまでですね。日本の塩の消費量、工業用と食用では、食用の方が多い。罰じゃないですか。おお、OK、工業用の方が多いんや。さすがにね、工業用の方が多いでしょう。当てました。さあじゃあ行きましょう。第2問。犬や猫には生まれた時から歯が生えている。歯あったっけな。丸。 OK、 生えてた。 OK。今家で猫飼ってるんですけどね、それはあの
捨てられてた猫なんですよね、うん、だいわゆるすごい小さい状態のところで発見してうちで飼ってるんですけど今も、うん、その頃を思い出しましたね、8年ほど前でしょうかその頃を思い出しました。はい、じゃあ行きましょう。第3問、新幹線こだまより光の方が電気代がかかる。あー、どうなる、速度的なものなんか時間的なもんなんか、×。おー、ということはこだまの方がお金かかるってことですね。はい、やっぱその4時間かかるかね、こだまって、大阪東京間、うん、だからやっぱ電気代かかるってことですね。走り抜けた方が電気代少ないってことですね。はい、じゃあ行きましょう。第4問、文学賞は日本国籍を持たない人も受賞できる。丸。オッケー、きた。いいね、順調ですよ。丸バツ順調になってきた。1回目すごい不調やったのに。いいですよ、まだ2ポイントか1ポイントとかもおるのに。第5問目、自動車の車検制度があるのは日本だけである。いやー、どうなんでしょう。丸。まあ、さすがにあるか。さすがに他の国もあるな。そうですか。わあ、もうクリアしてるやつおる。トミーがクリアしとるで前回苦戦しとったトミーがクリアしとるがな。第6問、メリーポピンズは西風に乗ってやってきた。×。オッケー、きた、抜けた。よーし、オッケーオッケー。さあ、再びハリウッドですよ、うん、このおじいちゃんね、あの後でっていうか罰ゲームの時に重要な人なんですけどね、うん、クイズの仙人かなんかですよ、うん、まあまあまあ、それはおいおいやるとしてね。第一問、優勢からの物体 X で物体 X が最初に変身したのは。あ、ボタン間に合わなかった、時間が。マジか、時間間に合わない、そんなことある。はい、行きましょう。じゃあ2問目、黒澤明監督の影武者、誰の影武者の話。上杉謙信。違うか。難しいな、映画クイズってむずいな。第3問、スターウォーズでハンソロの相棒の名前は。ジャバザハット。違う、ジャバザハットちゃうやん。ジャバザハット人間じゃないや、人間じゃないでしょあれ多分。いや、ちゃう、知ってる名前を適当に押したんや今ジャバザハットじゃないわ。第4問、次のうち香港のアクションスターは。ジャッキー・チェンと見せかけて違うんじゃないのこれ。サンチェン。いやー、違うか。ジャッキー・チェンって香港か、香港か。え、いや、わかんない第5問、ロッキーで初めてアポロに挑戦した試合でロッキーは、知らないんだよね。判定勝ち。全然ポイント取られへん。ほら、やばいな。最高でも、最低でも2ポイントですよ。やばい、差つけられてる。第6問、黒澤明監督の映画夢の中で鬼の役を演じた人は。高木ブー。イタリア長介。あ、イカリア長介。長さんや、長さん。オッケー、やっと1ポイント取ったわ。でもみんな3ポイントなってんな。やばいな、やっぱり点差がついてる。第7問、2001年宇宙の旅の木星探査船は。エンタープライズ。違うか。エンタープライズってでも過去のウルトラクイズの答えで出てきたことあるよ。俺を見たことある回であったような気がするけどそんな答え方ですよ。そんな程度ですよ、僕の答え方は。見たことあるよっていうの選ぶから。第8問、次のうちビートたけしが監督した映画は。
わかんない。違うんか。おお、でもまだまだクリアしてないやつがおる。せめてもの救いやな。これでも勝ち目ないと思うんだけどね。第9問、風の谷のナウシカで、ナウシカが風に乗って飛ぶものは、メーベ。オッケーオッケー。あー、2ポイント取ったけどね。罰ゲームですよ。相変わらずの罰ゲームいきましょう。さあ、どれぐらいいけるか、耐えきれるか。まあ、難しいねんな、これはアクションゲームとして難しいねんな、そもそもが難しいねん。ほらほら、もうあかんやん。さっきより記録伸びてないかな。本当に。行きましょう。第1問、胃袋は胃液で溶けることがある。これでもなんかそういう病気なかったですか。逆流性食道炎的なやつ、なんか CM で見たな。相変わらずそれ程度の知識ですけど、 CM で見たよ。あれ胃酸でやられてんじゃないの、あれ、ああいう系の病気っていうのは。さあ行きましょう。第2問、11月1日1日はワンワンワンで犬の日である。知らないな。11月11日でもいけんじゃないの。でも犬の日なんや。ワン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 でもいいやん。どう違うん、わかんね。さあ、じゃあ2ポイント取りましたよ。いきましょう。3問目、右利きの人は右耳の方が左耳よりよく聞こえる。どうなんやろ、俺左利きやねんけど左の方がよく聞こえるとかないけどな。あー、やっぱないんや。×。そっか、やっぱ両耳が聞こえたりするんだね。聞き耳みたいなのあるんかと思って。手があるんだから聞き耳も。第4問、タクシーはバックで走行すると料金メーターが下がる。いや、さすがに繋がってんのかね、そういうところ。いや、バツですね。はい、オッケーオッケー。3問正解しました。残り2問です。いきましょう。第5問、横浜にあるマリンタワーの高さは100メートル以下である。マリンタワー、バツじゃないですか。 OK、 正解。いいですね、順調ですよ。丸バツ、順調。順調っていうほどでもないけど答えてるよ。さあ行きましょう。第6問目、外国にはカタカナのハの字型のコンセントもある。んでもいろんな形あるのはあるけど、ハの字はあるか、あるんだね。OK、 抜けました。グアムは抜けれんだよな。どうせならグアムの罰ゲームを見たいんだけど、グアム抜けれんだよ。ここのおじいさん1000人に会いたいんだよね、クイズ1000人に。まあいいわ、とりあえず行きましょう。さあ再びハリウッドの地へ。さあ行きましょう。映画クイズ第1問、史上最大の作戦で連合軍が上陸したのは。ノルマンディっぽいね。ああ、じゃあ間に合わんかったし。また間に合わんかったし。1問目間に合わん確率高いな。もうしっかりしてくれよ。第2問、天空の城ラピュタでパズーが飼っていた生き物といえば。ハト。オッケー、正解。最初のシーンですよね。なんかトランペット吹くシーンだよ、そこで鳥を飼ってたんですよ。さあ行きましょう。第3問目、ビバリーヒルズコップでおなじみの DC ブランド商店街といえば。わからないから、ロデオドライブ。おお、当てた。よし、ポイント2ポイント。いいですね。あー、でも3ポイントもいるか、さすがにおるな。さあ行きましょう。第4問目、スターウォーズ帝国の逆襲でハンソロが冷凍された物質は。窒素かな。あ、違うんや。窒素じゃなかった、炭素凍結みたいなこと。第5問、 CM ディレクターの市川純が監督した映画。ノーライフキング。おお、当てた。
完全に勘やもんな。全然確信がないんだよね、どの回答にも。さあ第6問、007でティモシー・ダルトンは何代目のジェームス・ボンド？4代目ぐらい。おお当てましたね。運だ、完全に運で4ポイント取ってるわ。いきましょう第7問、スター・ウォーズの C3PO のモデルになったロボットマリアが出てきたのは、マッドパリス、違う、メトロポリスかな。やばいぞ。あ、みんな4ポイントなってる。やばいな、そろそろ答えんとやばい。また罰ゲームになる。第8問、黒澤明の監督のランの元になった話は、ベニスの商人。いやー違う、やばい、もう次ぐらいで答えんとやばいやろ。次ぐらいで答えんとドンキーコング決定ね。いきましょう第9問、次のうちリメイク版の作られていないものは、優勢寄りの物体 X ちゃうん、くそハリウッドが超えられへん今度はむずいな映画クイズ。じゃあ罰ゲームやってみましょう。まあこれ結局ね、罰ゲーム超えてももう一回ハリウッドできるだけですからね、あんまり意味ないまあ頑張りましょう、せっかくチャンスがあるからね、やってみましょう。いやむずいで、上側の方がね追い抜いてくんだよね。よし、 OKOK、 あーくそ、どうしても当たるやつがある、どうしても避けられないやつがあるんだよね。 OKOK、 いやーちゃう、もう無理や、無理やろ、ほらもう無理やで。30秒はなんとか超えたけど、もう30秒は無理やな。はい、ということで、また来週に持ち越しましょうか。なんとか機内クイズは超えました。また来週です。